真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。せえ！目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何で言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。ごめん、引き立てだよ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、あ、愛子殿は、その…この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけて…承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。
三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。違いねえ、僕が森の中にいるの。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ひろき殿、お急ぎよ。お許しくだされ、何も取ってはおりません。拙者どもはただ。さっさと出て。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。お姉さんなら読みの下道で、わしの番じゃ。勝負事は相手を欲しいと気長く待つ者が制すものじゃ。ひろき殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。逃げろ。何者かの襲撃です、ひろき殿。それがゆえに父を回り物に染めて。拙者から離れませぬよ。奴らは村中。先生を見つけねば。起きてくれ、助けてやってくれ誰か。いけません。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者はひろき殿、お行きくだされ。案ずることはございません。小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。Oh!
この向こう水なもののふは誰だ。聞け手玉の拙者は侍じゃ。ああそうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け愚かなわっぱが。切り刻んでやる。切り刻んでやる。死ね。の化身か何かでございますか。かたじけないひろき様。三十郎様をお探しなら先刻この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。臆病者の前はここでしまいじゃ。気をつけろ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。アイコ殿が無事であればよいが。腕が、ああ、なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もれば手厚よ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかりは。お前はここでしないじゃ。くっ。私はいつ来てくれるんだい。ケダモノ、もう閉じろ。反抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早よせい、まだ来るぞ。抑えろ抑えろ。そこで止まれ。先生の行いか。ここにおとどまりを。されど先生は。ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をせれば。
刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。哀れな。力を尽くせ。さあ、参れ。何の修練も積んでおらぬ。わっぱを切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば、あの村の定めは
我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。